はいこちらの動画ではですね、MT4 でですね、過去のインジケーターの動作であったりとかを確認をする方法をですね、ストラテジーテスターという、いわゆるバックテストのようなものを走らせて、確認するような方法をですね、参考にしてみていただいたらと思います。で、今、これ、MT4 のですね英語版を出してます。あの日本語版だとですね、結構翻訳が変わったりするので、まあ、ちょっと英語版でやった場合にどうなるかということで、あの日本語版でも位置は同じなので、はい,い,い試してみていただければというふうに思います。 でえー、こちらのビューの方行って、日本語版だと、あのおそらく表示という言葉になると思います。でそれの中にです、ね、このストラテジーテスターというのがあるので、これをクリックしてやります。でその前に、自分が確認したい動作のです、ね、インジケーターですよね、と、えー、いうのがこちらの方にもうにインストールされているということを確認しておいてください。はいでまあ、あの今回、ちょっとこのオートハーモニック EX というのを使いますので、まあ、これが正しくインストールされていれば、ここに、ね、出てくるということになりますということですね。 はいでそれをやった上えでストラテジーテスターの画面に行くとですねここにエキスパートアドバイザーであるとかインジケーターというのを選ぶ場所がありますのでまあここの中からですね今回、インジケーターをやるのでインジケーターを選択しますするとこのドロップダウンの中から MT4 にインストールされているインジケーターの一覧というのがこうだーっと出てきますのでこの中から出したいインジケーターですねこれを選択をして画面の外をクリックしてやりましょう。はい でその次にどのペアで走らせるのかということで、今回ユーロドルで、ね、やってみます。はい。で、その下にですね、じゃあ、どのティックを使うのかっていうのが出てくるので、まあ、簡単にやるんであれば一番下ですね、オープンプライスオンリーということで、もう初めるだけで見ていくということで、まあ、あの簡単に動作確認するのであれば、これで十分かもしれません。 でこの日付の指定がなければ、MT4 が持っているデータの最初からいきますし、直近のデータだけということであれば、ですね自分の方でこれをですねまあ日程をあの選択することができるということになりますま。今回はちょっと日程を選択してあの短くねやってみます。いということで、これでスタートを押せば始まります。始まるかなはい始まりました。 はい、こんな感じで始まります。今ちなみにこの H4 ということで4時間足で検証しています。このピリオドを変更すればね、あのどの時間なしでやるかっていうのはまた変更することができます。はい、今みたいな感じでですね、えー、まス、あ、タートなんですけれども、インジケーターの方を走らせることができました。はい、もう一回ちょっと見ておきますね。はい で今指定した日付からこのようにデータの方が走り始めているというのが見ていただいたら分かると思います。でこれあのデータが進むに従って、ね、エンジケーターが何かを検知すればこういうふうにバッと出るということですよね。というのが確認をできるということになります。